さあ今回はですね、セフィリアというアクションローグライトゲーム遊んでいきます。このゲームはね、この右側にいる塔の上にいるウサギとなって、塔をね、下に駆け下りていくと。で、その途中にいろんな出会いやね、強化を経ながら、どん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 と強くなって、一番下に向かえばいいのかな？このまま始まるんだね。あ、動き出した。あ、これ右に行けばいいのか。お、なんか敵みたいなウサギいますけど、アサシンウサギだ。大丈夫かな？あ、そうでもね、マロ。今日は儀式の日だね。緊張するだろうけど大丈夫だよ。右に行けばいいんだ。右に行けばいいんだね、本当に。お、なんか、ノアの箱舟的な感じなのかな。頂上に壊れた船がありましたね。塞がれている。まあ、ここ練習でダッシュ。君が最後だね。なんか、忍び的なね、隠れ里みたいな。薬飲んで上がってきて。2階から確保しておいてと。大きな青ポーション。運命の日の副作用を予防する薬。おう。で、R 流して飲む。あ、ダメージ食らったけど、あ、回復した。これで、もう行っちゃっていいのね。お、なんか集まってんね。あ、勇者みたいなやついる、右の方に。あと、ネズミもいる。全員集まったね。木の神様があなたたちの運命を決めてくださるわと。お、神託の日です。なんか、いろいろいるな。斧、本、盾、何あれ、クワ？右、多分ドーナツですかね。それか、一般職だったのかな、本来。なんか、震えて、変わろうとしてるのか。そう、神託ですかね。あなたが見落としてるのは、これから先の未来。もうみんないなくなっちゃってる。結構先なのかな？あ、いや。これ始まるんだよね。ちょっと雨音うるさいですけど。あ、武器があれ。お、もう敵。おお、いきなり。右クリック、縦か。まあ、攻撃しろって言われてるんで。攻撃が痛い。一応、僕ガードしてみる。今のでガードでき、あ、青が減ったのかな？あ、だね。スタミナか。よいしょ。で、ダッシュ回避。敵の攻撃タイミングでダッシュして回避しよう。スペースキーですね。こういうゲームで守った方がいいのかね、かわした方がいいのかっていう。連続で回避はできないですし。まあでも結構できるっちゃできるな。クールダウンで言うと短めだね。なんか破壊されたようだ。さあ、村が。ねえ、みんな、仲間たちの、同胞たちの攻撃隊だらけです。ダッシュ攻撃。これでいいのかな？この鋭い。これ普通の攻撃ね。ダッシュすると、この鋭い突きになると。やってみるか。あ、さあ、ガード。右クリックを押したままね。すべての攻撃を防ぎますよと。敵の攻撃方向に向かって防御し、攻撃力分 MP。 あ、あれ MP なんだ。正確なタイミングでガードするとパーフェクトガード発動して消費が少なくなる。ゼロになるとガード無効化され防げなくなるよと。蜂のように待ってね。蜂のように刺すと 美しくないですから。蝶のように動きたいですが。ガード、あー、ごめん、してないわ、ガード。あんだけいたらガードするのはちょっと違うかなと。なんもないか。パワーヒットガードってこういうことですよね。敵の攻撃に合わせて。弓とか、まあ、近接の方が分かりやすいのかな。予備動作があるとね、分かるんですけど。あ、投げ払い。
ガード中に攻撃。おりゃ。お前の攻撃パーフェクトできるんじゃない？よいしょ、よいしょ。あ、これね。なぎ払いいいね。まあ今はダメージ食らっても回復するんでいいですけど、一番安定的にやれるやつでいかないと。ダッシュ攻撃の方が軽く少ないんだね。おお、でなぎ払いは結構マナ使うから、守備的に行こうと思うとあれ全然回復しないんだけど、一回あれかな、 MP は消滅させないといけないのかな。お、正面来い、正面おい、中央来いよ。よし、まあ、最初の練習。お、これがお前とこの塔の運命。あ、なんかすごいことされてる。もし場面が変わりまして、なんかスキルツリーみたいな、あれアスガードっていうかな、あのものを止めようとしましたが力不足でした。あなたで、あなたで無理ならこの子にも無理じゃないか。塔の最後はこのような海を迎えてはなりません。あれはどれくらい未来なんでしょうね。でもこの塔の上の話なら降りていくのは別な気がするんだけど。アスカードか。アスカードとその追従者たちを止めてください。ああ、下にいんのかな。一度の試みでは変えられないでしょう。しかし、ローグライト。繰り返しね。死にながら。何度も何度も死に戻っていけば、いずれは、運命変転の力。運命を変えることができる。どうか。お、で戻ってきたね。右の勇者みたいなやつもやられるのかな。めっちゃ強そうだけど。ライリー、もっと強、あ、そう、薬の副作用、ん、薬じゃないか、この儀式の副作用を防ぐ薬みたいな、それで心配してるのかな。見たこと、いや話すか。じゃあ大丈夫、追放されない。副作用と片付けるにはね、準備しないと。あの勇者気になるな。それからしばらくして、お、訓練を経たのかな。あ、フルリア JJ っていうの、この子かわいいな。 JJ この中で村長待ってるよと。はいはいはい、あの勇者話しかけたいな。どっかいないかな。お、なんか変えれる。あ、あ、キャラクターだね。変えれるんだ。冒険家ウサギ、鎧を着たウサギ。あ、勇者いいんじゃない。そこにいないか。いないね。ダッシュ回復速度、あー、 HP20 も減るんだね。ただ特殊攻撃は強い。いろいろいるな。変えれた。これにしようかな。30しかない、少な、当たらないようにね。これがめっ、あ、これってだいぶ勇者っぽくないか。あれ自分だったのか。このダンジョンに入ったかのような昇降機って、下に行く場所なんだよね。これも破壊できるんだな。技は一緒か。あの、そうか、これが回復しやすいから、こう、投げ払いもすぐできるんだよね。攻撃的でもあるわけだ。あ、ごめん、そっち、ここ守ってるやつっぽいのが結構破壊してきたけども。
もうシャノリルンだね。あのシャノリルンは凶暴なモグラの穴を通らなければならない。モグラたちに気をつけて。フルリア君ならその向こうまで行けると信じているよと。ライリー、任せてくれ、この運命を変えてみせよう。来ました、チャプター1。あなたは塔の運命を変えるために村を出て塔の下に降ります。ウサギ村のみんなのために戦おうみたいな書いてありましたね。乗れないのかな。まあ、あれか、向かってただけか。気持ち悪いな。ここは戦闘ないんだな。巨大で不吉です。近くで見ても内部が見えないので不気味です。拷問道具みたいな。ここから戦闘。お、あ、なんか閉じ込められた。モグラめ。せめて致命的なのを食らいましたけど、回復はあったりすんのかな。上行ってみるか。エリア移動ではないんだよ。じゃあこれ、まあ、エリア自体独立してるっぽいけど、戦闘じゃなければ別に閉じ込められなさそうで乗れるね。ん、降りる。あ、 HP 回復行こう。いきなり姉が、ま、でもあれでもさ、マップの果てしたってよね。全部漁ってた方がいいんだろうな。ブーメランか。別にただこう構えてるだけなら使うわけじゃないから。何それか。回復か。よいしょ。 R ボタン押してレベルアップ。お、レベルがあるんだね。でインベントリ管理って CM のためにあるんですけど、ここがそうなのかな。チャージ型アイテムがインベントリの端に位置している。なんか、そういうのがあるんだ。6秒ごとに充電、それがチャージなんだよね。チャージ型のことですよね。通常攻撃時に発動で、発動時、効率的ダメージ 50% の剣気を発射する。走ってさ、結構あるけど。上端、右端、ね、下端とかありますけど。こういう端なのかな？この、四隅とかのことかな。クールダウン、これもチャージ型で発動時前方の敵に向かって非属性ダメージ 70% の隕石を落とす。どっちかだよねこれね。聖夜カロウこっちが強いのかな。通常攻撃時に発動だもんね。ここでいいんだよね。ああでも、まあ、結構やっぱいいんだ。結構広いよ。じゃあ橋の概念広いです。ああいいね。強い強い強い。これ強い、これ強い。なるほど。ああ、面白いね。このインベントにね。何かの横にとかもあるんだよね、多分ね。お花だ。あ、そういうやつか。やばい。これ近づいた方がいいやつだったね。これ回復ないかな。下か？どこに行けばいいんだ？また戦い。やっぱり6しかないと HP 終わっちゃう。危ない。あれガードして意味あんのかな。やばいやばい、危ない。
アーマーブレイクしたら攻撃するしかないね。ここ回復がないな。じゃ V なんか開ける。ああ、これがここね。C は。現在の状況、レベル2、HP30、MP が50。あといろいろ。MP 再生0、あ、だからないのか。クールダウン回復速度。100% 変わんないね。ダッシュ回復早いからこれが早いね。 MP 回復系のキャラクターがいればいいんだろうな。あ、あったあったあった。 60% 回復、ナイス。上限の 60% ね。ほんとやっぱ死にかけてきた方がいいね。半分くらいじゃちょっともったいないか。これ次の面。うわ、何しようかな。一旦回復できましたし、できるだけ食らわないようにしていきたいけど。金色のやつは一応破壊した方がいいか。他はあんま何もないですね。武器を強化できる。うわ、武器いきたいな。絵柄より結構ハードですね。まあ、敵の動きが曲がれば、お、長押し、なんか疾走できる。何もないのか、じゃあ。お、でもまあ、そんな焦らんでもいいんじゃないかなと。よし。攻めるときは攻めた方がいいかなと。多い敵の攻撃をかわしながらっていうのはきついと思うんですよね。ガードも MP が回復しないから、あんま、時間かけちゃいけないと思うし。レベルアップ。でかいのとかあったりするのかな。物理ダメージに上がる。シンプルなやつ。赤もぐら召喚。アーティファクトのレベルに応じて能力上昇。いいね。高級アーティファクト。多く集まるとより美しい音色をね、響かせると。ガード成功時6秒間物理ダメージ上がる。ああ、いいね。こういうのも。ガードできるかな。召喚かな。この辺でいいでしょ。仲間がいないけますよ。赤もぐら召喚。仲間が生まれました。一応あさって出ますけど、基本的には何もでいいんですね。赤もぐらの体力あるな。復活すんのかな。あ、着いた。どうする。ちょ、戻る一回。でも雑魚、あの経験値になってんのかな。あんまわかんない。レベルアップの条件が。C。チェック。何で上がってんだろうね。さっきの経験値得量みたいなのなかったっけ。あれお金だっけな。後ろから任せろ。オープンライン。オープンライン早っ。あ、爆発一瞬じゃん。オープンあんまり攻撃しないね。結構硬いんじゃないかな。これは、あ、これ出口だ。あ、結局か。じゃあいいや、戻ろう戻ろう。武器の強化です。ガード成功時に消費 MP が 50% 減るよと。パーフェクトガードしなくてもってことかな。攻撃速度が上がる。攻撃時に反対方向自動ガード。最高じゃん。これでしょ。最後お前に任せるけどね。お前に任せるけど、でもこれね、あ、ちょっとほら、ちょっとあれ、ちょっとあえてこう攻撃するみたいな。いいねいいねいいね。どういう風に強化していくか。これは広いな。通常攻撃にこれついてるけど、そうじゃないパターンもあるし。経験値、お金、経験値いこう。レベルアップこそ重要。いけいけいけ、ゴー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 。お強お前強いな。お前強いぞ、かなり。
人なら余裕で任せれるわ。あいつ回復か。あ、やられてる、さすがに。ああ、こんないたんだ、見てなかった1対1くらいかなって思ってました、勝手に。復活？あ、敵増えたよ。痛いよ、シールド破壊されたい一瞬で全然持たないじゃん、シールド。まあ使ってたからか、 MP を。すまない、キヨ、運命変えらなかったよ。このキャラ耐えらんないわ。あ、なんか、体力が戻ってきます。失敗でありませんと。あなたが諦めないなら下の光を追ってください。生まれたサファイア私に、お、何か強くなるのかな。運命変えてあげましょう。運命の刻印。 MP が足りない、 MP が。死ぬ時にプレイのレベル分サファイア獲得する。ああ、やっぱレベル大事だね、そうなるとね。お金は持ち帰れないのかな、関係ないのかな。サファイアを運命変換、変転できると。石板がロック、フリー。石板は指し示す方向のアーティファクトのレベルを変更する。石板を移動して回転させ、望むアーティファクトを強化。召喚のやつとかそうだよね。サイコロ。木があなたにサイコロを渡します。次行くか、まだか。3個やってアンロックってことね。リロール、ああ、はい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 、確かに重要だ。重厚な武器の修練、モロと一緒に体験を修練しましょうと。もう一回だけ行こうかな、あれやって。まあ、スキル、やっぱスキルツリーだったね。てかね、スキルツリーそのものでした。あと、ギア戻ってる。無敵じゃんこいつ。じゃあね、協力プレイ、協力プレイもできますね。ひたすら戻ってね、過去に戻って人も増やして。ダッシュ攻撃ダメージか。モグラね、特殊攻撃って分かんないけど、あの MP のやつとかもそうかな。 MP 再生、最初 MP が減る。あ、これいいかもしんない。 MP 再生する能力あるかもしんないけど、逆に HP 上げるいや、HP なかったさっき。逆に上げちゃおう。よし。いや、楽しいな、これ。ちょっとガードしたんだけどさっきね。多すぎたらダメだね。マップを開く。お、あ、何があったか、ここに見れるんだ。獲得。再生のポーション。さっきなかったじゃない、そういうの。さっき殺そうとしたんだな、さっき、もしかして。殺しに来た。あ、ほら、全然ポーションがある、この辺にいっぱい。いた。最初のポーション。さっき、後ろ、あ、後ろのこれガードとかあったけど、いらないね。火力が重要かなと。MP を上げれたらでも違う。ちょっと、もっと守ってみるか。だって今ので30、20減ってますからね。で、大技使っちゃうとだって減るわけで。ガード自体もちょっと緊急時ですよね。何回復した？ 5。これなんもないの？なんもない部屋か。何もなかったですね。オッケーオッケー。一応やっぱ全部見てった方がいいかな。お金、アーティファクト、アーティファクトでしょ。もうね、金は持ち越せないから、もう余裕しの金持たないんで、全部もう使いもしない、取りもしないですね。ポーションって R で使うんだっけ確かあんま覚えてない最初のことを。
レベル、あれ、ニアが、え、これ違うか。あいつは、あいつは誰だ、お前敵なの、おお、お前敵なのか。いや、なんか光ってるから。レベル上がってますね。チャクラム、周囲に周期的に周囲を攻撃するチャクラムを投げますよ。ダメージは6。セレン、あ、この星が強さだよね。セレンの走り書きの手紙、 MP を40消費するたびにシールド10獲得、20秒持続、あ、20秒持続する盾がゲットできる。 MP は防御とかでも減るから、そういうことね。バタフライナイフ、1セル以内の距離に当てるダメージが増える。え、これの方がいいんじゃないの。殴る敵なんてだって1セル以内じゃないのかな。え、ポーション、あ、ポーションもここに入るんだね。ちなみになんか落とせー、なんもないか。とりあえずまあ左行こう。敵か。このお金どこで使うんだろう。オラオラオラ、一人のうちに倒せ。攻撃してこないけど。次アーマーブレイクを狙って、次アーマーブレイクするんで、これ倒そう。これゴールじゃない。あれ、んー、じゃあ違うね。戻ろう。さっき戦わなかったっけ。やべ、回復がいる。おら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 、ここ、あれ、あー、生きてないのか。じゃああんま分かんない。変わりがしないわ。あるね。怒涛の攻撃しないとダメだね。敵か。アーティファクトゲット。あ、これレア度高いんじゃないの。緑の歯車、戦闘中 MP を消費20消費するごとにクリティカル確率が 2% 得られるよ。5スタックする。微妙じゃない。同行者のせいで HP、 いいね。赤も赤を、まあ、まず赤モグラだ。でも君がいないと始まらないね。よし、さっきに君ね、ちょっと頼りすぎてたわ。彼もいるけど頑張ってと。もし、さっきの仲間をゲットできたわ。行こう行こう行こう。走ればいいんだね、これね。ナムライトかはこうやって走ればいいと。HP、あれ、アーティファクトか。レベルアップと同じ効果っぽいから、こっち行った方がいいんじゃないかな。確定1レベルアップみたいな。もうレベルが重要だったわけで、どうなんだろうな。レベル上げた方がいいんだろうね、極力。ポーション箱を見逃さないように。おらおらおら、いた。よいしょ、まだいるね。痛い。フロア突入より30秒間移動速度。これって敵のフロアとかのことなんだよね、多分。
通常攻撃時最後の連撃のクリティカル率が 15% 上がる。 MP 再生これっしょ。こういうこれやると高いんだよね。しかもあ、そう、バタフライナイフさんあんまり使えてる気がしないな。飲んじゃいます。よし、ポーション途中から出なくなったな。あんまりでも間に合ってない。よし、10秒に後悔ってことだね。前は何投げるやつだ。危ない。よし、ナイス細胞。あのでかいの一体引きつけてくれるだけでもう今日爆発するよね絶対ね。冒険を進めるためにもあれは食らえないね。お金集まるけどな。どう使う。やばいやばいやばい、得られる。君のね、いや敗北は犠牲にしないよ。出発、まだいる。じゃあもっと目的持って拾っていこう。お、この M アーティファクトのレベル上げるだよね。下げる、あ、でも一箇所に上げるか。これ星がない、どうなれば上がるんだ。一個程度上がるのかな。3個1上がる、2つ、1つ2下がる。これがまあ一番安定感。めっちゃなんか横に上がる。これかな。あ、それがそうか、石板ってやつね。一部の石板をインテルメテルで回転させることもできる部位ね。はい、もうこれは回転意味ないか。ここで、ポーションなんか意味あるのないよね。レベルアップ。これで能力値が上昇する。あ、上がる上がる上がる。これちょっとわかんない。この数字で書いてないから。1セル内 30% プラスダメージ。オッケーオッケー。でも強くはなったんだろうと。戻ろう戻ろう。進もう。よし、いいぞいいぞ。あれどこ行った？もう一回。行けば来るさ。近いと10ダメージか。ちょっとお疲れ。敵がね、死んだら爆弾落とすのよ。あれがちょっとだるいですね。これはアーティファクトか。回復系欲しいな。永続的に氷ダメージ。 HP が30以下なら全てダメージ量が増える。パーじゃないから、あのさっきのキャラとかなら大きいんだな常に。あ、これやってみるか。さっき取らなかったものを、ここね。 170% 威力強っ。めちゃくちゃ上がるじゃんこれ。1レベルで、レベル相当すごいんだな。じゃあ新規戦闘スタイル、炎。炎。これか。炎ダメージ量8。変わらないですね。炎ダメージ上げたらいいってことかな。炎属性ダメージのって書いてあるから。オッケーオッケー。お金あるちゃんがポーションとか買えないのかな。経験値、武器。あれ、武器さっきどう？微妙だったんじゃないの。経験値いってみるか。まあ、さっき微妙だったのは MP かな。なのか、まあ、敵がただただ殺しに来てたのか。定かじゃないですからね。
隕石強いな。ポーションの箱ないね。一応、でもちょっと、適当に攻撃すると、こちらの攻撃が出ちゃうね。痛い。出ちゃう、前に。撃ち捨てるのは結構狭いようで、離れての攻撃だとちょっと火力下がっちゃうね。下がっちゃうというか、上がってないというか。この戦い無駄だったら回復しようちょっと微妙だね、体力ね。ガード忘れちゃうな。任せよ。ナイス、勝ったようだ。オートガード欲しいね。まあ、MP どんどん減ってきそうだけど。雷を一発発射するミニバリサ召喚、いいじゃない。炎上範囲、ダッシュコキダメージ、これかな。これいらないかな。召喚暗雲スタイル、あ、動く、移動するんだ、あいつ。やるね。なんか敵いるくない、あそこ。撃ってる。あの、死んでる。経験値だよね。下のやつが経験値か。だいぶいろんな能力ついてきたね。インベントリーになんか、そんな詰め込んでる要素今んとこないけど、これ管理するのはいつくらいに行くんだろうな。まあ、一応強化のとこで、こういう風になってるから、これはまあインベントリー管理の部分であるよね。うまく配置していく。あ、ボス戦だね。この階段がそうか。いや違うか。こっちがそうか。お、なんか嫌がるモグラめ。九州様かな？教主？なん、墓場、お前の墓場だここは。わかんないけど。全員の墓場だもう。皆殺し編が始まります今。まずお前の動きを見たいとこだが。もうちょっと離れたりしない？いた、今な。こっから刺しか。思ったけど。おい、復活ナイス。これガードした方がいいのかな？なんか無理そうだよね。前後から挟まないし、敵をなんとか。ガードはできる。勝てば厳しいか。ナイス、赤モグラお前の力じゃないか。これも、ああさらに来る。あ、さすがにやられたね。勝った。人工精霊イフィール、ガード中 MP 再生5を獲得するが移動が 90% 下がる。一応全部見ようか。物理ダメージと回避がちょっと上がる。雷石、
パーフェクトガード成功。あ、それ全然狙ってないね。雷、何をいるんだろう。リポセの、は、かけらね。カウンターガード時前方に、あ、近接攻撃。物理ダメージの半分か。4ダメージくらいか、じゃあ、今だと。多分4ダメか。白い、縁取りのパン。被弾時の無敵時間プラス0.5秒。あー、連続で食らわないってことね。いや、これかな。MP 再生減らすか。100%8ダメージ。あれ、もう一個。評価系欲しいね、それこそ。モグラ持ってると、1だけ。1だけ。回転負荷。石板アクティブ化条件、一番上の段ね。簡単じゃないですか、別に。この奥と下側が上がるんだね。2連にして、バリスタ上げちゃおうかな。暗雲獲得。まあ、1でいいか。炎で、これ280%炎ダメージ。オッケー、これの強化はないもんね。あともただ下に適当に入れとけばいいか。オッケーオッケー。レーベルのもできましてと。で、どこに行くんだ？右かな？あるね。閉めれんの？これ。なんもないのか。あ、下に行けるけど。いや、味方がいなきゃ絶対負けてたな。1000%ぐらい負けてました、今。回復は、ボス戦後全回復ないんだね。ちょっと。そこはきついかな。チャプター2。これってまたでも死んだ場合、チャプター1から行くんだよね。教師様って言ったのかな、多分。お、全然違う世界観。え、もう外じゃない？こんな。と、降り切ったんじゃないかな。なんもなさそう。あ、でもなんか変わったね。なんか、風来の試練で言うと合間のとこみたいな。マップが開けないので。なんか破壊された村だな。あ、降りるか。あ。なんかこっから次ね。お金どこで使う？マジで。一回も使ってないんだけど。こんだけやって。使わない以上いらないもん。もっと一応ガードしていきたいな。あ、猫たちだ。うお、いった。あ、め、あ、持ってきてるわけじゃないんだよ。みんなを強化したことによって、こいつが一番今弱い気するんだけど。 そんなことはないよね。あ、攻撃早い。2回連続でしてくるみたいなこと。このとこガード不発ですね。前線において。攻撃速度、あ、で、基本一緒なのかな。投げ払いダメージ増えます。ガード成功時5秒以内に投げ払い使用時、追加のダメージ。あ、カウンター系だね。いいね。ガードねー。お、ナイスナイス、ポーション、ポーション。もう今すぐ使おうかな。なんかある、なんかある。これ違う？これ、なんか新しい。違うか。あと出口じゃないんだ。あ、出口。あ、出口か。変わるのね。回復かな。60%なんで、今行ってもどうせ満タンにならないから使っちゃおう。今の新技よ。
ッケー、普通に殴り殺した。お、ミニ、ん、あ、気のせいか、バリスタかなって思いましたけど、最上段で、あ、さらにいけるね。これいいんじゃない、もう一個置いてあれば。うぃー、3レベル。隕石よりバリスタかな。 MP15、 15再生、一セル内の敵にさらにダメージアップ。いや怖い、 その距離戦う怖いわ。あとこれ最初攻撃しちゃダメだな、隕石はもったいない。ほら、あーっと、これ何、おお、それ怖いからやるね。やってやるぜ。ほら、カウンター、新カウンター、発動しなかったですけども、くらえ。当てなくてもね。ほら、敵の攻撃結構ね、すぐやってこないから、あ、してこないのかなって言ってやるとめちゃくちゃ食らうっていう。あ、ここって回復じゃなかったっけ、戻るか。味方たちに結構極力任せよう。ちょっとギオン守備スタイル振っといて、あ、できてなかった。ほら、あー、まだまだダメでした。終わりかな、よし。ん？どこ、これ、ここに回復あんのか。あったあったあった。お、なんかある、さらに、いいね。未だ一度も使ったことないの、回復。どこで使うんだろう、本当に。もう1100も溜まってよ、使わずに。お金行ってみればいいのかな、使えるのかもしれない、そこで。アーティファクト、ハテナ、ハテナ行ってみるか、一回。ちょ、ニューフェイス見とかないと。でもなんか楽しいな、俺ずっとやっちゃってるね。どうしようとか言っちゃってますけど、パーフェクトガーダーも捨てて、ほらいた、やるじゃないか、我が戦術をね、読み解くとは。あいつの攻撃わかんないな。よいしょ、よし、みんな任せたぞ。あ、まだいる、まだいる、まだいる、気をつけろ。猫の攻撃大変だな。あのパンみたいなやつは、ね、あ、敵が死ぬ、猫が死ぬじゃない、敵が死ぬと 33% の確率で雷パンが落ち、暗雲が立ち込めます。インベントリ最上段に位置しているとき効果発動、氷が上がる。3枠以上離れた敵にダメージ与える場合、侵食を付与。毒みたいな。炎はあるけどな。他なんもないよね。ビリビリシュークリーンパンでいいかな。シンプルダメージいく？シンプルダメージって、これでさ、まあ、下段でもいいか。4ダメ上がるでしょ。割といいと思うんですよ、それで。これはどこもないのか。
貯めてから行きましょう。雷を取ると敵に雷が落ちるのかな。バリスさんめっちゃ戦ってるね。めっちゃバリスさん頑張ってる。よし行くぞ。それ楽しいな。味方が楽しいのいいね。おら、いいかな。パーフェクトガード。あ、そうしてなかった。オッケー。ナイス。おっと。おっと、パーフェクトガード。このパーティーはまだ仲間いないかな。安全です。なんか何か起こんじゃないの。あれアーティファクト、あれ間違えたか。じゃああれ違うとこ来ちゃいましたね。 HP 上がるもね、上げていけばもっと上がると思うんで。ダメージ受けとダイナマイト、怖いわ。ダメージ受けてない敵攻撃時追加ダメージ、火力が低いからな。そもそもこれかな。端っこね。でもここでいいか。 20HP アップ、いいね。回復してないけど。なんか何か起こる場所に来たと思ってましたね。なんだここは。何かありそうな、でもなさそうな。終わりでいいね、うん、ちょっとポーション貯めてます。あ、ボスだ。使った方がいいか。じゃあ3回はありますね。ボスはもうチームのね、力で頑張ろう。みんなでね、新しい仲間との出会い。ちょっと一回パラメータ見るか。近接が上がっています。炎も上げたかったですね。攻撃速度は時キャラとして遅いからしょうがないとして。さあ行こうか。豚か、あ、猫か。豚か。予想者のくせにここまで来やがって。噛み殺してやる。大谷がすぐスタイルだね。あれはね、回避なのか。危ない危ない、シールドがなくなってる。トーケラ当たらんか。痛い痛い。いや、こいつやばくない。ちょっといろいろ攻撃見させてもらったけど、味方が持たないな。ガード全然できなかった。いや、ガードあれ回避だな。いや、確実に食らってってる今。この動き 1ミリも対応できてない。これだよな。パーフェクトカードすればいいのか。なるほど。
手も足も出ない。これで降りちゃダメだよ。あれ一旦、そうか、あれ元々はそこから復活するわけじゃないんだ。見てみる。っていう説明ね。様子見してたら死にましたね。運命を刻印させてもらおう。いろいろ使わなかったな。あんまり、なんか、変える、普通に良かったというか。村の東側の訓練所のモロ。HP 増加。6増加ね。あ、これだけで終わりか。ライリーがあなたのために何か準備する。ポーションじゃないよ、これ、ライリー。レベルアップ時に HP 回復か。そういうことがあればね、変わってくるよ、話も。でもさっきいろいろ技増えてから、あれ、キツネとかだと強くなるのかな。仲間の力でいってる感すごかったんでね。それが。お前だっけ、モロって。お前 JJ か。お前か？あ、ライリーだ。まだ準備、ああ。手伝うじゃあ。OK、水を少し汲んできてくれないか。村の東側ってどこなの？あ、広っ。こんな広かったんだ。君がライディ、あ、君がモロか。以前に冒険していたウサギたちが使ってた武器があるよ。ありがとう。やはり一騎打ちようぜ。じゃあこれいいんだよね。種類が増えるのかな。訓練場、トレーニングセンターはここですかね。体験の訓練場。おう、やもろ。あ、これね。体験攻撃防ぐことはできませんが、あ、いいねいいね。しないから、守備なんて。ちょうどしたくなかったのよ。できないし。通常ダッシュ攻撃でかかしを。通常かダッシュ攻撃か。あー、遅いな、振り。いいね、でも。うわ、爽快感ある、これ。こういうね。爽快感とは違うな。なんていうの、この、切ってる感というか。旋風。あ、長押しして、離せばいいんだね。旋風。強いぞ、これは。さっきのモスいける？これでも。手も足も出ないと思うけど。やれる前にやるみたいな。行ってくるよ。あ、まあ、貯水池に行くんだ。どこ貯水池？その、野菜みたいなのもあっかな。こう水くんない？ちょっと。貯水池。あれ？ん？あれ木ですよね。貯水池。村の東の貯水池。これ東なんだよな。まあ、あっち行ってみるか。人参しかない。見てみる。人参派とキャベツ派の激しい議論の末、人参派が勝利した。お、何が決め手だったんだろうな。裏切りが発生したのか、キャベツ派から。もしかして、いや待ってよと。キャベツ、キャベツの方がいいんじゃないかな。栄養素かな。栄養素で激しい論争になったのかな。彼なんか最初の時左端にいた子かな。左から2番目の太った子かな。お、村の東わかんないよ、全然。ビルギッタ。キャラクターちゃんとしてるよね。みんなちゃんと見分けがつくね。あ、君、ウサギ、あ、ネズミだと思ってた、フィン。村長さんに夢もう一度暮らしてくださいってお願いするよ。ふん。ちょっとあれだね、色も違うし。へそ曲がり坊やですね。貯水池の。あ、これだ、あった。ここでいいんじゃないの。はい、水汲みます。重い。
見たか村長。はい、人参、いやもういいわ、まあ、一応行ってくるか。じゃあ人参わかります。人参をくれ、人参を。どうもん。あれ、うさぎ村製特製人参。あ、これ武器増えましたね。ここで帰れんのか。人参と水、ワンチャンカレーかな。ワンチャンカレーかもしんない。できたよ。あ、再生、あ、人参だったんだ、これ。人参でできてたんだ、ありがとう。なんか画面に揺れが、運命が変わったのか。よし、じゃあここでにしようかな。